Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de Shadowbringer, le nouveau DLC de Final Fantasy XIV. Donc dans cet épisode, nous nous sommes mis à la poursuite de Don Votri, qui s'était révélé être un grand purgateur et qui s'est sauvé en faisant lever un îlot dans le ciel. Donc nous allons voir comment nous organiser et comment avancer pour aller le rejoindre et puis lui faire sa fête, hein, tout simplement. Donc je vous souhaite une bonne vidéo, une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous la regarderez. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye. これでもう大丈夫。お疲れ様。その人で最後のはずよ。怪我の手当ても終わった。私たちにできることは一通りやり尽くしたよ。あとは、あなたアルフィノちゃんでしょ。前に絵を描いてくれた。一体何がどうなっているの。私たちはどうなっ。ここは私に任せてほしい。これから話すことはあなた方にとって衝撃だろう。だが事実としてあなた方は今この現場にいる。ドン・バウスリーは大罪食いだった。彼がもたらすメオールという無尽蔵の食料も魂の救済も全ては欺瞞だったのだ。さすがにしんどそうね。では私たちはずっとファウスリーに操られていたのですか。少なくとも先ほど私たちに襲いかかってきた時は意識のない彼の傀儡になっていただろう。しかしそれ以前のことは、バウスリーへの評価こそ不自然なものがあったにせよ、自身の行いを自身のものとして記憶しているのでは。この都に足を踏み入れ享楽を貪ったのは間違いなくあなた方だ。その過程で持たざる者を足蹴にしたとしたら、それはあなたの意思によるものだ。その是非を問うのは私ではない。あなた自身の良心であり、あなたが虐げたものであり、これからの歴史だろう。あなた方の熟れた夢は終わった。それでも私はあなた方に生きてほしいと願う。ここからまた歩き出してほしいとも。この世界はもう誰も失うべきじゃないんだ。
伝えるべきことは伝えたよ。時間をくれてありがとう。さあ、もうここにとどまる理由もない。バウスリーを追いかけに行こう。私たちに何かできることはあるか。命を懸けて真実を明らかにしてくれた君たちに少しでも報いることができるなら、まずはそこから始めたいんだ。私たちバウスリーを追ってグルグ火山に行きたいの。誰か道を知らないかしら。あの山に近づくにはブライトクリフ断崖を越えるしかない。飛空艇に乗るのはどうだろうか。悪くない提案だけれど、飛ぶのは極力避けたいわ。空中で攻撃を受けたら一網打尽にされかねないもの。安全を図るなら地上から近づきたいところね。断崖の上には採掘をなりわいとする一族が暮らしていたの。昔は彼らと交易をしていたのだけれど、光の氾濫以降取引は減る一方だったと聞いたことがあるわ。バウスリーが原始となってからは断崖の上下をつなぐダダー大昇降機さえ動かしたことがなかったはずよ。なら、その大昇降機っていうのを動かす方法はないの？あれは専用のタロースが装置を操る仕組みだったはず。だからまずはそいつを復活させないことには。タロース？あ、ねえ、あなた、そうよね、タロースを動かせばいいってそういうお話よね。まあ、その多分。いや、しかしだな。はいはいはい、タロースを動かすことなら任せてちょうだい。私の旦那様はアムアレンの鉱山開発も担ったタロース創業の大家、ダイダロス社の跡取りなんだから。いや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 、もう何年もやってないんだ。できるかどうか怪しいもので。できないの？いや、そういうわけでも。見てみるだけだからな。期待はするな。文句もなしだ。おい、誰か一緒に来てくれ。昇降機用のタロースは倉庫にしまわれてたはずだ。引きずり出すには人手がいる。よかったわね、アルフィノ。私たちも行ってみよう。あの市民が働いている。これはまた随分と勢いよく手のひらを返したな。
どうあっても意見が異なる。いくら話しても納得できない。そんな相手との決着のつけ方を知ってるか。簡単なのは力で打ちのめして相手の主張を葬ることだ。アラグでもガレマールでも結局大勢はそれを支持したし、事実手っ取り早く繁栄をもたらした。一方、戦いの末に勝者の願いが優先されることになっても、敗者もまた尊重され、ある種の和解に至ることがある。そういう決着に持っていくのはとても難しい。勝者が敗者を見下さず、哀れまず、敗者が勝者を仇としない、その両方が必要だからだ。今回もお前たちがユールモアに乗り込んだ時点では簡単な方に転がると思ったんだがな。まさかこうなるとは。褒めてるんだよ、ありがたく受け取れ。しかしまあ、にぎやかなことだ。同志が集うと活気づくのは私たちの時代から変わらないな。なんだ、アシエンや古代人には血も涙もないと思ったが、心外だ。お前たちが持ちうる感情を私たちが有していないわけがないだろう。普通にいたさ。太古の昔、真なる世界に家族も友も恋人だって、いい世界だったんだ。穏やかで朗らかで、真なる人は頑強な魂を持ち、ほとんど永遠の時を生きられた。だからだ、余裕のなさから生じるさもしい争いをしなかった。時に異なる意見を持ったとしても、同じ分だけ認め合えた。アーモロートの街並みは壮麗で美しく、高い塔のさらに上、遥かな空から日差しと風が注いでいた。なんて言ったところで思い出すわけもないか。いいさ、忘れてくれ。だが今よりずっといい世界だったのは本当だ。このしょうもない世界で戦ってきたお前こそ案外気に入ると思うぞ。忘れるな、お前は連中と違って原初世界の住人。統合される側ではなく、受け取る側の器だ。全ての霊災を生き抜けば、私たちに近しい存在になり、満ちた世界で暮らすことができる。おっと、この話は大罪食い討伐が終わった後だったな。今はただお前の勝敗を見届けるとしよう。ああ、そうだ、一つだけ聞いておきたいことがあった。お前、水晶校の素性をどこまで知ってる？あのフードなしに素顔で話したことは。ほう、お前にも明かしていないか。これはどう取るべきか。まあ、謎解きの参考にさせてもらうとしよう。では
ダイダロス社の名に恥じない素晴らしい偉業よ。タロース、動いたみたいだな。な、お前とこっちで再会したとき、俺は自分の形すら見失ってただろう。なんでああなったのか、ここのところ考えてたんだ。多分心なんてない方がいいと感じるほど打ちひしがれてた。光の反乱のこと、仲間が悪く言われること、いろいろあったが、一番聞いたのは孤独だ。俺に言わせれば、そいつは時よりも人を追い詰める。エメトセルクたちアシエも、あるいは蝕まれてるのかもしれない。だから俺はそばにいてくれる奴を失うような選択は進めない。永遠をもらえたって割に合うものか。朗報だ。ラダー大昇降機がもう動かせそうなんだ。それでまずはあなたと私たちで乗ったらどうかって。久しぶりの運転になるわけだし、心配だったら別の誰かに代わってもらうけど、どう？そう来なくっちゃ。じゃあほら、こっちに来て。かつて自分も仲間と共にラダー大昇降機に乗ったことがあった。遠くに広がる水平線と小さくなっていく眼下の街、感動と緊張が入り混じり、互いに言葉は少なく、昇降機のきしむ音ばかりが響いていた。それを記憶する者も今はなく、あの日の旅はどこへ続いていたのだろう。答えを探しながら再び断崖を登っていく。
無事でよかった。こっちは何度か罪喰に襲われたから、あなたの方もじゃないかって心配したわ。やっぱりそっちにも罪喰いか。アミティのあたりでは平気だったから、グルグ火山に近づくほどって感じかしら。あの山、近くで見ると一段と高く見えるわね。あそこがバウスリーの根城になってるなら、手先として罪喰いを呼び集めてるのは間違いない。地上にいる私たちまで目ざとく見つけてくるあたり、かなりの数が防衛に当たってるんだわ。登った時にはどうなることか。って言っても、登り方から考えないといけないみたい。こうして近くから見ても、伝っていけそうな場所もないし。ヤシトラの懸念はもっともだけど、こうなったら飛空艇を使うしかないかしら。ああ、ここにいらっしゃいましたか。アルフィノ様がご心配なさっていましたよ。リエンジェ、それに水晶光？あなた、最終決戦くらいは自分の目で見届けたいと思ってね。先発のあなた方は去った後だったが、大昇降機の下でウリエンジェたちと合流したのだ。それよりもご覧、空からの接近は厳しそうね。翼がある罪喰いを相手に空中戦じゃ、いくら私たちでも勝ち目が薄いわ。それが分かってよかった。あの兵器は島内から持ち出した貴重な遺物、収穫もなく潰されたのでは面目ない。ああ、そういうこと。私たちを探しがてらあなたたちも調査に来てたのね。これで陸路はなく空路も危険であると判明しました。一度皆さんと合流し対策を練りましょう。皇族組もすでにトップラングに到着しています。アルフィノ様にもそちらに戻っていただいたので、我々も参りましょう。